しもし。はい。あ、ずっと寝てました。はい。19時からですか？あ、大丈夫です。はい。じゃあ、ここ最近で一番の作品は何ですか？イチャンドンのバーニング。韓国映画。そう、原作は村上春樹の短編小説なんだよ。へえ。人はさ、見えないものを見ようとしないでしょ。でもその見えないものを見ようとすると見えてくるんだよ。でもその逆もしかりで、例えば佐伯さんがこの場からいなくなったとするじゃん。そうすると、今一緒にいるこの時間が本当は初めからなかったのかもしれないっていう考えにもなるんだよ。それほどまでに人間は面白い生き物なんだって。ごめん、ちょっとうまく説明したかったけど無理だわ。いや、すごい気になります。じゃあ、よかったら見てみてよ。はい。なんか、本当今日誠司さんいてくれてよかったです。俺なんかしたっけ？なんも。何それ。佐伯さん、もうちょっと飲む？お邪魔します。どうぞ。すごいいいとこですね。うん、そこそこ気に入ってる。植物いっぱい。うん。ごめん、ビールしかないや。なんか買ってくる？ああ、いや、飲めないわけじゃないんで大丈夫です。そう。佐伯さんさ、そんな感じの人なんだ。誘われたらついてきちゃうんだ。え？いや、だから男の家についてきちゃうんだ。それ失礼じゃないですか。今の状況言ってるだけなんだけど。そんなんじゃないです。いやいや、どっからどう見てもそういう人にしか見えないよ。二次会避けてたのにさ、男の家にのこのこついてきて、なんか期待してるようにしか見えないよ。そもそもさ、俺たちそこまで話して。騙された不意で心奪われ。
していいですよ。顔飛んでっちゃうよ。邪魔でさ呼んでるんで大丈夫です。大金マンこれ。さっき言ってた、うん、最初からなかったことにするって経験あるんですか？ないよ。そんな簡単にできたらね。トイレ借ります。うん、あ、そこ出てみ。これすごい可愛い。いいよね。作家さんが一つ一つ作ってたんだ。へえ。生きた花じゃないんですね。好きなんだ、ドライフラワー。私も。大丈夫？うん？なんか辛そうだったか。関心ないのに。そういうのずるいです。